右サイド大きく展開、久留美が走ってきている、クロス、落ちのシュート、これは決まった。久留美のクロスから落ちのダイレクトが決まりました。藤枝1対1、同点に追いつきました。久留美のこのクロスに落ちがダイレクトで合わせたシュート、